現役ドラフト組の現在、こちらすでに貼られた現在の成績、厳しい選手が何名かいます。ウンブリユリュって元気なん？ババが一番当たりかなと思ったけど、どしたん？このままだとあれだけど、どうする、枠をシャッフルしたとこでという感じやね。長谷川が一番の大当たりだったな。サンキューハプ。佐々木2軍で無双状態やのに上がらんのよね。京山が上がって佐々木が上げられない理由、謎なんなら三島ですら上がってんのに。去年大当たりがいただけで本来のゴミ交換会になっとるだけやな。細川いるからしばらく続くやろな。長谷川若いしコントロールもいいし最高ですわ。阪神は現役ドラフトを成功させすぎやろ。岡田ってやっぱ名監督なんやろうな。てかやっぱ安指名はダメやな。投手ならストライクさえいりゃ抑えられる可能性あるから。成立に積極的に動いた球団のメンツがあるからだろうけど、今のところ当初の指示通りに機能しているな。中日も2回連続勝ちやな。ゲンドラ発案して先導した阪神が一番得にしてるのくさ。初年度も大竹が出ているから投手の方が当たりを引きやすいのかなけど、細川といる超大当たりがあるから打者も夢があるな。オリって基本的にトレードとかも下手よな。なんで鈴木なんて取ったん？下でも結果出てなかったやん。ドラフトの時に狙ってた選手だったとか。ご視聴ありがとうございました。